皆さんこんにちは。今日もムシムシ暑い一日になりそうです。今日もとっても嬉しいことがありました。誰でも褒められたり、自分のことをよく覚えていてもらうと嬉しいものです。図工が得意、算数が得意、折り紙が得意、塗り絵が好きな子、子供にもいろんな個性があります。今日も朝から絶好調。パンパパパン、パパンパパン。みんな先生にいろんなお話を聞かせてね。書く宿題も引く宿題もきちんとやってきてくれると嬉しいご褒美があるんだよ。